どうもこんにちは、ナミさん。そして動画をご覧の皆様、即歌塾の久保でございます。今回は最高の人生の作り方について、私なりに思うことを話したいと思います。えー、実はね、先日こんなのが届いたんですよ。幸福の科学さんからですね、いつもこういうのを定期的にポストに入れていただくんですけども、見てください。まだ開いてないんですけども、もしも人生をやり直せるとしたらって書いてますよね。これ、誰でも一度や二度考えたことがあるんじゃないですか。人生がやり直せるんだったら。 その人生をあそこからやり直せるんだったらなとか、最初からやり直せるんだったなとかね、ここから10年前からやり直したい、10代からやり直したい、いろいろあると思うんですけども、人生をやり直せるとしたらどうしますってことなんですよ。これね、真剣に考えることって非常に大事なことだと思います。もし人生をやり直せるとしたらどうしますかってことを、まずね、いろんなところに書いてみるのがいいと思います。で、書いてみた結果、それは、 今日からできることではないのかなっていうふうに思うことによって一つの動機が訪れると思うんですよいつも私のことで恐縮なんですけども私は10代の頃ねちゃんとしたボクシングのリングに上がりたいと思ってましたけどもそのための方法を差し示してくれる方が周りにもいませんでしたし積極的に聞くこともなかったんですよねまあせいぜい空手部に入って空手のインターハイとかに出るっていうのはありましたけども そこまでで、ね、空手に興味もなかったんですよ、まあ一応空手部に入りましたけどもねでもすぐにやめちゃいました麻雀とバイトに興味が出たからですでも今思うんですよ人生をやり直せるんだったらあの時ね空手部に入っていて全国優勝を狙っていてもよかったかなとこれ本気で思うんですよ人生をやり直せるんだったらねでもそれって今日からできないことなのかなと思うんですよで50歳にになっったことをきっかけに なんかの格闘技をと思ってキックボクシングを始めたんですよね。そして今度十月一日試合ですよ。十代の頃に果たせなかった。そんな希望をですね。この年になって形はちょっと違いましたけども、できるんですよね。もちろん十代の頃も今も格闘技で身を立てようなんて思ってません。ただ好奇心のまま。まあ完成の上がるリングに上がりたいっていう、ただそれだけの憧れなんですよね。それ十代の頃も同じです。 今も同じですで探してみるとあるんですよね時代が味方したのかインターネットの時代のおかげなのか私と同じようにね40代50代でもやってみたいっていう方があらゆるジャンルの中にいるんですよでその一つがキックボクシングだったので私の場合そっか塾の塾生さんの中でキックボクシングのトレーナーさんがいらっしゃったんですよねでその方もセカンドキャリアに悩んでいたんでじゃあオンラインのキックボクシングジムをやってみたら 俺が生徒さんの一人目になるよっていうことで意気投合してスタートしたんですよ。で、ついにリングが待っているということなんでね、もう1か月もありませんのでね、目の前に迫ってきて、本当ワクワクしますよ。このように人生をやり直したいと思っても、できることの一つや二つあると思うんですよ。その一つや二つをやっていく時間に残りの人生を使ってみたらどうかなと思います。だって人生のやり直しなんてないわけですからね。終わったら終わりなんですよ。当たり前ですよね。だから 全部は無理でも残りの人生でもし人生をやり直せるとしたら何がしたいですかってものを自分に問いかけてそのうちの100個200個のうち1個でも2個でもできると思うんですよ今日から始めていこうというところですねもちろんそのためには金銭的な自由はお金の自由とかって必要だと思いますよ例えば私がキックボクシングの試合に出たいってってもサラリーマンだったら多分できてないですよだから地盤としては いつでも何か思ったらできるような体制を整えたっていうのが10年前に始まったのが今回こうそうしたのかなと思うんですよねもちろん会社員として暮らしていてもその有給休暇の1日は2日取れると思うんでねそしたら有給休暇を取ってみるみたいなこと今から準備もできると思うんですよ全てがねどうせダメだろうと思って自分の中で諦めてしまうから誰にも知られずにそれが終わっていくんだと思うんですよ少なくとも誰かに話してみましょうやりたいことがあるんだったら家族とか 友人ととととか、とか、か上司部下ポロッと話ししてみましょう例えばね部下や後輩に「お前さこの会社入ったけどなんか他にやりたくとなかったの?」って聞いたら「ああ俺ねこういうふうにしたいんですよ先輩はどうですか?」とか「次長はどうですか?」って聞かれるとするじゃないですか「ね、何々さんはどうですか?」とか言ってねそしたら「ああ俺ね実はこういうことをやりたいと思ってるんだけどねでもこの会社員なっちゃっと難しいよね」って話すだけでも前に進むんですよいい、や、やっっててください応援しますよって言われるのか なんかね、ケとか言われてね、バカにされるのか、でも、普段の自分の立ち位置ってわかると思うんですよ。うん、まあ、それはちょっとね、余計なことだったと思いますけども、若い頃にやっておけばよかったってことの中で、今からやっても手遅れだってことは、多分今ほとんどないんじゃないですか、うん。やってみればいいと思うんですよ。それしかないです、人生ってのはね。本日は以上です。いってらっしゃい。